漫画になった聖書。今日ご紹介する本は手に取ってご覧になられた方も多いのではないでしょうか。聖書の内容をそのままに漫画化されたみんなの聖書漫画シリーズ、新約聖書1メシアです。イエス・キリストの生涯をマリアとヨセフの物語から、最後は十字架にかかって葬られ復活されて天に昇られるまでが聖書に忠実に描かれています。イラストで追うイエス様の人生は大変読みやすく、また迫力があってとても見応えがあります。聖書を読んだことのない方に聖書を進める際にぴったりの一冊です。今日はこの本の絵を描かれた篠沢ケリー先生をお招きし、さまざまなお話を伺います。皆さんこんにちは。本の旅の案内人久米沙莉です。今日はとっても楽しい聖書のお話なんですけども、日本聖書協会から出されていますみんなの聖書漫画シリーズ、新約聖書の1、救世主メシア、この作品を書いてくださいました、ケリー篠沢先生にお話を伺っていきたいと思います。皆さん改めましてこんにちは。それでは今日この本を書いてくださいました、ケリー篠沢先生にお話を伺っていきたいと思います。どうも先生と呼ぶには、先生じゃない方がいいわって言ってくださったので、はい、ケリーさんというふうに呼ばせてください。ケリーさんよろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども、この、 新約聖書1、聖書だけどもしっかり、漫画で、漫画だけでもしっかり聖書というのが売りの、このみんなの聖書漫画シリーズですけれども、先生が、ケリーさんが、信仰そして漫画というものに出会われたそのきっかけというのを教えてください。はい、漫画はですね、はい、もう本当に漫画家になったのが、はい、もう言いたくないんですけれども、はい、もう20年ぐらい前のプロになってから、はい、でデザイン系 の、 学校出ていたもんですから、はい、学生の時にプロデビューしまして、はい、大手の出版社の、はい、そこでプロになってからずっと漫画は描いてきていたんですけれども、はい、その仕事をする中で挫折もあって、はい、一時は辞めて、はい、それでも絵を描くことが好きだったので、うん、渡米しまして、はい、アメリカはニューヨークの方に行ってたんですけれども、はい、その時にイエス様と出会うことがありまして、はい、そこで受洗したんですけれども、はい、受洗してからやっぱり過去に自分が漫画家だったっていうこのアビリティが用いられないかなって、はい、ニューヨークに住んでる時強く思って祈ってたんですね、はい、日々。でそれから受選して半年以上経ってから帰国したんですけれども、はい、不思議なこう神様のつながりと出会いで、はい、この本を出版してくれた会社というか宣教団体さんがちょうどこういう聖書を漫画にしたくって、はい、漫画家を探してるっていうタイミングと自分が帰国してきたタイミングが、はい、勝ち合いまして、はい、それでもうトントン拍子に、はい、書くことに、また再び神様が私を漫画家に戻してくれたっていう、はい、ああなるほど。じゃあ、信仰にこう出会われたというか、教会とか信仰とか聖書とかっていうのは全部ニューヨークにおられた時に体験されたんですね。そうですね、日本にいる間はもう全然、むしろ、日本人の多くの方がそうだと思うんですけれど、はい、宗教嫌いな部分ってあるじゃないですか、うん、はい、私も典型的な、それでも宗教だけは勘弁してくださいってもうそういう、はい、クリスチャンって聞くとまずいなっていうか、うん、きっと真面目なんだろうなってイメージがあったんですけれども、はいはい、伝道はしないでくれるっていう感じでずっといたんですけれども、うん、ニューヨークでたまたま来てくださったルームメイトが日本人のクリスチャンの方で、はい、やっぱり伝道されてしまう、はいはい、なるほど。じゃあニューヨークの現地の教会、それも日本人、そうですね、現地の教会も、日本語がある教会とか、現地の教会でも
たくさん交わりを持たせていただきましたし、はい、でもやっぱり母国語でないと細かいところが理解できなかったりするものですから、うんうん、はい、あの日本人教会で、はい、あのマンハッタンにある、はい、あの教会があるんですけれども、はいはい、そちらの方で、はいはい、あの受精させていただきました。あ、そうですか。とってもお世話になって、はい、でもあのよく、ね、海外で留学されてたりとか、お仕事されてる時に、あの日本ではなかなかね教会なんか行かなかったけど、でも、まあ、アメリカだったりヨーロッパだったりして、多少こう気持ちもオープンになっておられる時に信仰を持たれる方ってすごく多いんですけども、すごく多いですね、やっぱりそういう感じもね、自然さがあるんじゃないでしょうかね。うん、なんかこう私日本に帰ってきてから逆に不自然さをそんなこと言っちゃったら怒られちゃうと思うんですけれども、なんかすごく宗教っぽいなっていうことに、はい、もうなんか逆カルチャーショックを受けて、うんうん、私も本当に教会生活は混乱の嵐で、はい、私クリスチャンとして生きていけるのかなでも神様信じてるけど、うん、クリスチャンっていうのをやめてもいいですかっていう、うん、本当に、はい、あの混乱した時期があったんですけれども、うん、アメリカのことアメリカの事情しかわからないんですけれども、はい、あの自然なんですよね、うん、生活の中に神様がいて、うん、あのなんだろうな、英語の言葉の中にも聖書から来てるような言葉とかが、うん、たくさんありますよね、たくさんあると思うんですよ、はい、なんかこう自然なんですよね、うん、むしろ神様がいないってこう言ってしまう方がなんかこう血も涙もないみたいな、うん、そんな感覚って言ったらいいんでしょうかね、はい、自然な感じがありましたね、うん、なるほどね、受け入れやすい霊的な流れなのかわかんないんですけれども、うん、日本の方が海外に出て受け入れられるっていうのは、はい、よくわかるなって、はい、自分がそうだったので、うん、よく聞く話ですけども、ねね、多分やっぱりこうアメリカの方もそうだし、韓国とか、あのキリスト教国と言われているところは、本当にこう生活の中にライフスタイルの中に、クリスチャンとしての当たり前のことが入ってきていることがすごく多いと思うので、まあ、私たち日本のねクリスチャンも、はい、今日変えた、こっちは普段の生活とかってあんまり分けないで、まあ、普段の中でね、はい、あの普通に証ししたり、うん、普通にクリスチャンライフをなんか、キリスト教やってますじゃなくて、あのクリスチャンとして生きてた当たり前っていうね、当たり前なんですよ、はい、クリスチャンライフをね、あのこう伝道というよりもクリスチャンライフを楽しむことができると、きっとたくさんの方にも ね、あのなんかこう難しいこと言わなくても、本当そうですね、うん、なんかあの人みたいになりたいなとかね、じゃあ今度教会ついていこうかなとかね、いうふうに思っていただけるんじゃないかなって私も常日頃思ってるんですけども、はい、本当にそうです、そういう自然さや身近さが日本にもあると、もっとこう信じてくれる人って起こされてくるんじゃないかなって思ってるんですけれども ね、はい、あの皆さんここでも課題が出ましたのであの楽しいクリスチャンライフをね送っていきたいと思います。はい、面です、はい、あのちょっと漫画のことも、ね、伺いたいんですけども、はい、まあ、この漫画を担当されることになったきっかけを伺ったんですが、はい、でも普段こう、まあ、これまで書いてこられた作品と、うん、やっぱり聖書という、はい、まあ、もともとはとても信仰的に重い部分も十字架とかあったと思うんですけども、はい、どんなふうにしてこうイメージを膨らませていかれたんですか、さささっと書けたのか、ちょっと悩まれたところがあったとか。いや、全然書けないですね、はい、でもただ初めに聖書を漫画で書かないかって言われた時はもうものすごい興奮して、はい、いやこれこそ自分がぜひやってみたかったことだったなって、はい、なんか初めは聖書を漫画にするっていうアイデアがですね、はい、なんか恐れ多くもみたいな感じ格があって、はい、とても自分はイメージしてなかったんですよ、うんうん、でもあの、まあ、自分の思いではなくて他の方から作ってくれませんかって言われた時に、うん、あこれこそが自分がやりたかったことだなっていう感覚はありましたけれども、はい、ただあのキャラクターにじゃあいざ、はい、こう取り掛かろうと思った時に、うん、なかなか分かりやすい人たちはキャラクターデザインしやすいんですね、はいはい、あの
こう例えばこうペテロさんとか たくさん出てきますから、はいはい、こういう感じの人なんだなっていうイメージが書けるんですけれども、うん、他の方が分からなくって、はい、まあ、いろんな方の本を読ませていただいて、はい、まず一人一人のこう性格、はい、生真面目さだとか、うん、まあ、こんな感じのタイプだったんじゃないかっていうのを、はい、だいたいこうイメージをまとめて、うん、はい、それからキャラクターデザインしましたけれど、うん、一番難しかったのはイエス様が最後まで固まらなかったです、はい、あ、なるほど、イエス様が一番難しかったです。なるほどね、はい、なんか私本当実はこれうちの息子がすごく好きでですね、ずっとこのシリーズも読ませていただいてたんですけども、はい、まあ、親子でも一緒に読んでたんですけど、はい、すごくですね、イエス様がなんかこうイケメンっていうか、はい、いい感じの素敵なこう お兄さんというか、なんかそんな感じで、こんなイエス様だったらみんな特に女性たちはついていっちゃうんじゃないかなとか思っちゃったんですけどあとマリアさんも、お母さんのマリア様も、すごくちょっとこう可愛いというか、素敵な、まあ、女の子というか、実際処女でね、赤ちゃんをこう与えられたので、きっとすごく若かったと言われていますけども、ね、なんかそういうこうイメージをこういう形で表されるのに、うん、実際にこう俳優さんとか、なんかこうモデルさんになるような方とかっておられたんでしょうか。はい、ちょっとね、男性のこうね、骨格とか見たくって、はい、私の主人にちょっと筋肉のつき方を見せて、はいはい、主人を、はい、主人をモデルって言ったらイエス様失礼なので、ちょっとデッサンを撮らせてもらったりはあったんですけれども、多分番組を聞いてる方、さぞ素敵な、そんなご主人なんだろうって違うんですけれど、思っちゃいますね。はい、いや、モデルっていうものはないんですけれど、はい、ただ子供たちに読んでもらいたいと思ってたので、はい、子供が、まあ、ある程度、はい、大きいこう、うん、まあ、中学高校生あたりをちょっと私の中でターゲットっていうか、はい、イメージしてたものですから、彼らがとっつきやすいっていうか、はい、分かりやすい感じのキャラクター作りに努めたいなと思って、はい、マリアなんかも10代だったんですよ、はい、まあ、何歳かっていうのはいろいろで、もう14歳だっていう人もいるし、なんか分からないんですけど、はい、まあ、15歳前後かなと思うんですけれど、はい、中高生ぐらいの年齢じゃないですか、うん、今の中高生と昔の15歳って全然違うと思うんです。もっと大人だったと思うんですけれども、はい、でももっと近いイメージを持ってもらいたくって、うん、はい、ちょっと可愛らしく描かせていただいたり、うん、はい、イエス様は絶対素敵な、ね、はい、方だったと、まあ、いろんな言われ方をされてますけど、はい、私の中では絶対素敵な方だったに違いないと思ってた、うんうん、思っていたので、はい、もうそれを、はい、全開にさせていただきました。なるほど、はい、全開のですねイエス様をぜひですね、はい、皆さんにぜひぜひ見ていただきたいと、はい、思っています。初めてですね、私たち親子がこれを実は本屋さんで手にした時とか、うん、目にした時にすごく新鮮だったのは、はい、それまで聖書の例えば、まあ、アニメとか、はい、絵本で聖書を紹介してくださってるようなご本というのは、はい、とてもこう可愛らしかったり愛くるしかったり、はい、どちらかというとこうぷよっとしてるというか、とても健全で、そういう明るい色調でっていうものがすごく多かったと思うんですけども、いわゆるこのケリーさんのこのなんていうのかな、世界が出た時に、はい、多分息子たちが普段は別のものを、うん、読んでるわけですけど、そういうシャープな世界と、はい、すごく、もう、全くこう、シンクロしてるっていうか、はい、イエス様のそういう世界が、はい、彼らが普段、こう、漫画の世界とかでドキドキしたりとか、はい、そわそわしたりとかね、する世界と、普段聖書に出るとちょっと遠い世界の話なんだけど、この、ケリーさんの読んで初めて、あ、はい、なんか俺たちの話みたいな、私たちの話なのって言えるような世界が展開されてる、はい、そのなんかこう色調とか、はい、こうスピード感とかがすごく新鮮だったんですよね、はい、ありがとうございます。で、はい、あ、聖書って俺たちに関係があるんだ、私たちに関係があるんだと思えた、はい、なんか私は最初の作品かなって思ったん ですごくだから印象的だったんですね。それで、はい、普段本当にもう聖書なんか自分から読みたいなんて言わないような子供たちが、本当に次はいつ出るんだとか、本屋に行ったらあれを次のシリーズを探してきてくれとかって初めて言われて、あ、やっぱりすごく作品って大きいんだなと思ったんですけれども、
はい、あ、もうとってもありがたいですね、なんか特別にこう苦労された点とかって、はい、今思い出してもあれは大変だったみたいなことってあるんですか。はい、大変だったところですよね、はい、あの大変っていうか十字架のシーンがとても苦しかったです、はい、あのまあ、今も言ってくださったんですけれども、うん、はい、とても、まあ、身近なリアルなイエス様を感じることができたって言っていただけて、はい、とても嬉しいんですけれども、はい、私自身書いてる間すごくそばにイエス様がいる感じもありましたし、うん、まるで自分がイエス様の弟子の一人になって、はい、もう完全に旅をしてるんですよ、うん、書いてる間。なのでもうその世界に、もちろん作者がどっぷりに入らないと表現もできないものですから、はい、もう完全にこれを書いてる間は、まあ、私もイスラエルのどこかを一緒に歩いてるんだってイメージでやってまして、そしていよいよ本当に十字架のシーンに来た時にですね、はい、本当に苦しくって、うもうあのイエス様のこう傷を一つ一つ自分の手で書かなきゃいけないのが、はい、もう自分がもう傷つけてるような、まさに本当に自分が釘で打ちつけてって、はい、もうなんか痛くて痛くて線の一本一本が、そこが本当にもう涙もボーラーしながら、はい、泣きながら書いて、もうごめんなさいごめんなさいって書きながら書いて、そこが苦労っていうか、あの苦しいところでしたね。なるほどね。あのいわゆる聖書の作品というか聖書をルーツにした芸術ってもう古今東西すごくたくさんあるというか、多分アートのルーツがバイブルと言ってもねおかしくないぐらい、あの古くは絵画だったりとか、あの彫刻だったりとか小説や映画たくさんあるじゃないですか。でもあのまあ今回そのまあ聖書教会さんが出されて、はい、あの新生宣教団さんがプランニングをされたと伺ってるんですけども、はい、あえてこの漫画っていう、こうツールというか、はい、そこにたどり着いたなんかこうきっかけというのはあったんでしょうか。あの、まあ、新生宣教団 の支配人のリーダル氏がずいぶん昔から日本に来て、はい、まあ、日本でいっぱいこうジャンプとか、うん、あの、はい、本がいっぱい売れてるじゃないですか、はい、私もあの集英社の漫画家だったんですけれども、はい、あのそんなんでこう漫画って本当にこう表現こう人にこう情報を伝えやすいツールなんだなということを、はい、あのリーダル氏はあの認識していらっしゃったそうで、うん、ものすごい前から祈ってこられたっていうのは、もう何十年もそれこそ前から祈って祈って、うん、こうやっと実現したっていうのは、うん、前にあのお聞きしたことがあるんですけれども、はいはいはい、なるほど。やっぱりこう目の付けどころが良かったっていうか、そういうのもね、うん、あるんでしょうね。そうですね、はい、もっと早く出てたとおかしくなかったなって気がするんですけど、うん、よく私のことを神様待ってくださった。いやいやいや、でもやっぱりこの作品がこういうなんかこうシャープな切れ味の作品をね書く、こうやっぱり書く方たくさんおられると思うんですけども、やっぱりケリーさんみたいな方がやっぱ神様がこううまく待ってくださって、いいタイミングでお仕事をねきっとさせてくださったんじゃないかななんて、タイミングパーフェクトでした、はい、思います。そしてあのいろんな国の言葉で訳されてるって聞いてるんですけども、はい、なんか21カ国でしたっけ、はい、それだけの言葉で出ているってのは本当ですか。あ、それは本当でですね、はい、21カ国語で訳されて27カ国ぐらいだったと思うんですけれども、はい、国々であの用いられてるっていうふうに、はあ、そうですか、聞いてます。実感が私自身があまりないんですけれども、すごいですよね、はい、作品を書かれていて、はい、こうあのシーンが一番気に入ってるとかっていうのはありますか。どこかこのシーンが一番気に入ってるとか一番このキャラクターが好きとかっていうのは、いや、あの書いてて楽しかったのはですね、はい、あのイエス様が水の上を歩かれるシーンが、はい、私的にあの、まあ、とってもシリアスに書いてるシーンとちょっと息抜きで子供たちが喜んでほしいなって思えるページを設けてみたり、うん、はい、こういろいろ組み合わせてるんですけれども、はい、まあ、そのシーンはちょっとコミカルな感じで書かせてもらったんですけど、はいはいはい、あのそこはすごく楽しく自分なりに、はい、書かせてもらって、ボツって言われるかな、うん、こんな書き方してって心配したんですけれども、あのそこのシーンがイエス様が水の上歩かれて、はい、ペテロさんが私も行っていいですかって、 あのシーンなんですけれども、はい、なんかこう水の上をこう、うん、こう立ってみたものの
不安に思うペテロっていう、あの辺が結構楽しく私は書かせてもらいました。また人ってね、弱さもありますから、なんかちょっと私もこんなんかななんて思いながら、書かせてもらいました。なるほど、なんかペトロさんの聖書で読んでもちょっとこうおちょこちょいなような、人のいいような、とってもこう人間的に嫌いになれないような、キャラクターだと思うんですけど、やっぱり書かれててもちょっと楽しかったですね。楽しかったですね。彼は書きやすいと思いました。そうですよ、だってね、普通の人は水に飛び込むときは脱いで裸になって飛び込むのに、なんかペトロさんは着て飛び込んじゃったとか、いろいろこう、よっぽどイエス様好きだったんだなって、失敗はするのに、もうイエス様イエス様イエス様、先生ってこう服着たまま泳いで、飛びついちゃうシーンとか、こう最後に書かせてもらって、飛びつかれてイエス様びっくりしたみたいな感じで、まあそこも楽しく書いたんですけど、でも実際なんかそんなこともあったんだろうなってこう想像できますよね。イエス様も本当に神様なんですけれども、本当に人の体を持って生まれてくださって、本当にもう一緒に共にこう笑ったり怒ったり、こうユーモアでこう溢れた旅をなさったと思うので、なんか自然な表現がしたいなと思って、なるほど、楽しく書きたいなと思って、そういうふうに書かせてもらいました。やっぱりこうただ神様救い主だけじゃなくて、なんかこう人間、イエスみたいな、人間イエス様みたいな、人になってくださったイエス様って、イエス様も人でいる間、きっとエンジョイされた、苦しみもたくさんあったんですけれども、とってもみんなと一緒にいて、人間と一緒にいてエンジョイされたんだろうなって、そんなイメージも描きたいなと思って、漫画らしく描かせてもらいました。海外ではこれがメサイアに、そうです。なるんですね。はい。80万冊ですか、すごいですよね。で2010年にはその電動冊子ザ・メサイアっていうのをまたさらにこう出荷されて、なんかまだこう出荷が伸びてるというようなことですけども、むちゃくちゃ出てるみたいで、ウガンダはクリスチャン国なんですね。一応クリスチャン国だって、お聞きしていますけれども、いろいろ内戦がある中、子どもたちが内戦に巻き込まれて、子どもたちが戦って、もう深いこう傷がある土地だっていうふうに伺ってるんですけれども、まあ、そういう子どもたちがこのメサイアを通して神様の愛を知ってっていう報告は、聞いてますけれども、なるほど。海外では本当に短い間にメサイアを配布して救われました、もう一気に何千人も何万人もって、いう報告も伺ったりして、本当に神様がなさることっていうのは、想像以上のことをなさるんだなっていうのは、もうびっくりして、もうたくさん伺いたいことがたくさんあるんですが、では最後のご質問なんですけども、これから、さらにやってみたいこととか、こういうものを作ってみたいとかっていう、ケリーさんのビジョンを教えてください、本当にこれからのビジョンなんですけれども、急にこの話するのも何なんですけれども、2ヶ月前に私7ヶ月になった息子を亡くしまして、乳幼児突然死症候群だったんですけれども、本当に眠ってる間に急に見に行った、もう息をしていない状況で、間に合わなくてですね、あっという間にイエス様に、イエス様に連れてかれたっていう方もあれなんですけども、天国に召されてしまって、ものすごい混乱の中、本当にこの 1,2 ヶ月過ごして来たんですけれども、でも、お葬式の時でもそう思ったんですけれど、初め息子が死んだ直後、漫画を描いてたんですね、漫画なんか描いてなければもっとこの子を見ていてあげれば、もしくはこう死なずに済んだんじゃないかと、本当に怒りを覚え、もう何に怒ってるのかわからない状態だったんですけれども、もう漫画は描かないって言って、それこそ新生宣教団の方に八つ当たりなのかもうわかんないんですけど、もうパニックの中もう描かないからって言ってたんですけど、葬式やこう時間が経つ中で、神様からも息子からもね、ママそうじゃないよって、
僕が天に召されたのは別にそういうことじゃないんだって言って、はい、それだけは本当によく分かって、うん、むしろ漫画を描いてってものすごく示されたんですね、はい、一度は本当にたった2ヶ月前の話で、うん、一度は本当にもう漫画は絶対描かないって思ったんですけれども、はい、でもその後にすぐに思い直して、はい、で息子が亡くなった1ヶ月後に実は韓国に渡らせていただいて、はい、自分が証しするよりも韓国の方たちがこれを用いた証しをしてくださって、はい、本当に多くの人や子どもたちがこれを読んで、うん、救われてっていう話を聞いたら、はい、私の子どもはいなくなってしまったんですけど、はい、息子ノアって言いますけれど、はい、ノア君みたいに生まれてくる子どもたち、うん、いや今現在本当にまあ、あと3歳の息子がいるんですけどね、はい、本当に自分の息子とたちがああいうジェネレーションの子たちが、うん、本当にイエス様信じられるように、はい、漫画を描いていきたいなと思っていまして、うん、はい、私この新約聖書は書いてないんです。旧約聖書は別の方が書かれてるんですけれども、はい、ぜひ私は旧約聖書を子供たちのために、はい、うん、書いていきたいっていうふうに今感じていて、はいはい、特に日本は進化論とっても教えてますよね。そうですね、はい、創造論の視点で見た旧約聖書を仕上げてみたくてですね、はい、私の今一番祈ってるビジョンは、はい、創造論を主体にした旧約聖書、ジェネシスを書き上げたいっていうのが今目標で、はい、計画を立てているところです。直近のビジョンはそんな感じですけれども、うん、なるほど、はい、いやすごいもう楽しみです、はいはい、いやね、まだお子様が、ね、はい、天に召されてまだ二月という、はい、本当にそういう時にまたスタジオにも来てくださって、はい、貴重なお話をたくさん伺うことができて本当に、はい、とても感謝しています。こちらこそ感謝です、はい、本当にありがとうございます、はい、大人も、だからそういう私たちにこんなケリーさんみたいなすごいね才能がやっぱり神様から与えられている方がこうイエス様の横顔を見せてくださることが、ね、はい、許されるんであれば、はい、もう私も次も次も次の作品もすごく楽しみにしているので、ぜひ旧約も仕上げていただけたらまた番組に来ていただきたいと、はい、思っています。ぜひその時は読んでください、はいはい、本当に貴重なお話ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。それでは私たちはこれから、ケリーさんの生の声で朗読を、していただきまして本の旅を楽しみたいと思います。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。新約聖書1メシア人類を救いし者。今週のブックスケッチです。天は二物を与えないとか言いますけれども、ケリー先生、まあ、先生じゃなくてもうさんと呼んじゃいますけれども、ケリーさんはねとっても素敵な女性で、それで絵を描く才能やいろんなこう物語を作る才能もあって、とてもチャーミングな素敵な方に今日お会いすることができてすごく嬉しく思っています。そして息子さんを2ヶ月前に
私たちの先に天国に送ってしまったお証も伺うことが、できました。きっと、天国に早く到達されましたけれども、私たちがどんな仕事をするか、特にママが、この地上でどんな作品を次作られるか、すごく楽しみに天国で、いつも応援を送っておられるんじゃないかななんて思います。私もこのシリーズは息子だけじゃなくて、これからも周りにいる、若いお友達にプレゼントしていきたいなと思っています。聖書はいろんな形で伝えられますけれども、特にこの漫画というこのツールを使って、福音を伝えていくことができたらすごく素敵だなと思いました。皆さんも次のシリーズ、楽しみに、していきたいと思います。一緒に待っていましょう。またこの本